エンマ・ヌエラ・マ・ローネ、芸名、エンマあるいはエンマ・マ・ローネは、イタリアのポップ、ロック歌手である。複数のバンドでの活動経験を経て、2010年3月に、イタリアのタレント番組、アミチリ・マリア・デ・フィリッピで優勝を果たし、ユニバーサル・ミュージックと契約を結ぶ。2012年2月18日、サンレモ音楽祭にて、ノン・エール・インフェルノを歌い優勝を果たす。 その後2013年までに1枚の EP、3枚のアルバムと15枚のシングルを発売し、2作品がマルチプラチナ版、14作品がプラチナ版、2作品がゴールド版に認定される。2012年からはギターを演奏する姿も見せるようになった。2013年、アミチリ・マリア・デ・フィリッピの芸術監督に選出された。2014年5月に、 デンマークのコペンハーゲンで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2014のイタリア代表を務めラミアチーターを歌う。フィレンツェにて生まれセストフィオレンティーノにて幼少期を過ごしその後4歳の時に両親の出身地であるレッチェ県のアラデオに移住する。アラデオにてバンドクラードリアンのギタリストとして活動する父親に影響され 音楽祭などで歌を歌うようになる。そして父親と共にバンド、クラードリアン及び H2O の一員として活動するようになった。両バンドではイタリアや外国の楽曲のカバー曲を歌っていた。高校卒業後、3年間にわたって卸売業の営業職を務める。2003年にタレント番組、ポップスターズのイタリア版に挑戦して優勝。 プロとしての道を歩み始める。同番組で2位及び3位であった。ラウラピース及びコロンバ・パーネとともに、バンドラッキースターを結成、ユニバーサルミュージックより、シングル、スティーレが発売される。2006年には、アニメ番組、WITCH のサウンドトラック、及びダンスポップのアルバム、LS3 が発売される。その後バンドは解散となった。2007年に、 マッローネは MJUR というオルタナティブロックのバンドを結成する。グループはドラクマレコーズの2曲を収録したスペシャル版を発売した。2011年のサンレモ音楽祭にモダーとの共演曲アリバラーで参加しロベルト・ベッキオーニに次ぐにとなった。音楽祭への出場に関連してエイミー・プヤチェ・コージーに出場曲アリバラー、さらにイオサンパーテ・ラモーレ、 パオセンプレの2曲を収録したサンデモ版が発売された。同じく2011年2月には TRL 賞のタレント番組最優秀アーティストにノミネートされ、楽曲アリバラーはイタリアのデジタルダウンロードチャートで首位となった。4月15日には新たにシングルイオサンパーテラモーレが発表された。またこの春に行われたテイラー・スウィフトの イタリアツアーコンサートの前座を務めた。2011年5月29日には、競技場スタディオオリンピコディローマにて、コッパイタリアシーズン2010-2011の,の決勝戦の開会で、国家、マメーリの参加を歌った。2011年の夏は2回目のツアーとなる、エイミー・プヤチェ・コージーツアー2011のほか、バスコロッシのコンサートの前座を2回、 ジャンナ・ナンニーニのコンサートの前座を3回務めた。アルバム、エイミー・プヤチェ・コージー及び、モダーとの共演曲、アリバラーは、ウィンド・ミュージック・アワードを受賞する。7月には、ジョルジュ・ガベールを記念する、音楽祭に参加し、イオノン・ミセント・イタリアーノ及び、ラリベルタの2曲を歌う。アルバム、エイミー・プヤチェ・コージーは2011年9月に、ダブル・プラチナ版に、アリバラーは、 マルチプラチナ版に認定される。2012年、フィレンツェでのコンサート、グレッチ・ホワイト・ファルコンと共に2011年9月20日、3枚目のソロアルバム、サロ・リベラが発表される。先立つ9月2日には、同タイトルのシングルも発表された。このシングル曲は、デジタルダウンロードにおいて、ゴールド版に認定され、またアルバムは、 イタリア音楽作業協会のチャートで首位スタートとなり、後にダブルプラチナ版に認定される。2011年10月28日、2012年1月は映画、ベンベヌーテアルノールの制作に携わり、映像の終わりにカメ出演し、ネルブルーディピントディブルーを歌う。2012年1月15日、サンレモ音楽祭2012に、楽曲、 ノン・エール・インフェルノで出場することを明らかにし、サロ・リベラのサンデモ版が発売された。音楽祭3日目の夜には、ゲイリー・ゴーとのデュエットで、If Paradise is Half as Nice を、4日目の夜には、アレッサンドラ・アモローゾとのデュエットで、ノン・エール・インフェルノを歌う。2012年2月19日、第62回サンデモ音楽祭の対象受賞者に選出された。楽曲、 ノンエール・インフェルノはデジタルダウンロードチャートで初登場主位となりマルチプラチナ版に認定された。またこの曲はスイスのチャートでも19位となり3週間にわたってスイスのヒットチャート上に止まった。アルバムサロリベラもスイスのヒットチャートで43位につけ8週間にわたってヒットチャート上に止まった。同年2月には キッズチョイスアワードの最優秀イタリア人歌手部門にノミネートされた。2012年3月31日、タレント番組、アミチリ、マリアデ・フィリッピにビッグ部門で再登場するが、アレッサンドラ・アモローゾに敗れる。この時アモローゾは、超二人で分け、アレーナ・ディベローナで無料コンサートをしたいと話した。二人の共演による無料コンサートは9月に実現した。番組中で、 エンマ・マンローネがアントニーノのために制作した楽曲レスターン・ンコーラウン・ピーはデジタルダウンロードチャートで6位となった。また同時期に TRL 賞のベストファン及びイタリアン・ドゥ・イット・ベター部門にノミネートされ後者の部門で受賞を果たした。2012年4月27日、アルバムからの4枚目のシングル曲チェカボ・アモーレが発売された。同曲は イタリアのデジタルダウンロードチャートで2週連続の首位となり、後にプラチナ版に認定される。また、スイスのヒットチャートでも68位となった。2012年7月10日、アレックス・ガウディーノとジェイソン・ルーニーによるチェカボ・アモーレの公式リミックスが発売され、同曲はジャスト・ダンス4にも収録された。2012年7月2日、ウィンド・ミュージック・アワードにおいて、アルバム サロ・リベラが受賞作品に選出された。この音楽祭では、チェカボ・アモーレのほか、ピーのダニエーレとのデュエットで、イオ・パー・レイを呼び、クワンドを歌った。同じく7月には3度目のツアー、サロ・リベラを開始した。ツアーは12月まで続き、チケットの販売総数は16万枚に、及びほぼすべてのコンサートで売り切れとなった。3月に、アミチリ。 マリア・デ・フィリッピで競い合ったアレッサンドラ・アモローゾとの共演によるアレーナ・ディベローナでのコンサートは9月5日に行われ、翌日カナーレ語で放映された。2012年9月17日にはアルバム。2012年10月8日、イギリスのロンドンにてプーリア・サウンズ・イン・ロンドンと題するコンサートを行った。このコンサートは、 イタリアのプッラダ州の音楽をイギリスに紹介する趣旨で、ここクラブにて行われた。2012年11月6日、ジョルジオ・ガベールを記念する3枚組のアルバムが発売され、エンマが歌う、ラ・リベルタが収録された。11月11日、コリエレ・デラ・セラのウェブサイト上に、サロ・リベラ収録曲、ノンソウのソロテのプレビュービデオが掲載された。ビデオは、 エンマ本人の制作によるものである。2013年2月、キッズ・チョイス・アワードの最優秀イタリア人歌手部門に前年に引き続きノミネートされた。2月15日、サンレモ音楽祭の4日目の晩アンナ・リーザとのデュエットで、アリーチェ・ビスコンティのパー・エリサを歌う。2月16日、アミチディ・マリア・デ・フィリッピの芸術監督に選出される。2013年4月9日、 ユニバーサルミュージックの下で3枚目のソロアルバム、スキューニアが発売され、イタリア音楽産業協会チャートの首位となり後に、プラチナ版に認定される2014年1月21日、イタリア放送協会は、エンマ・マンローネをユーロビジョン・ソング・コンテスト2014のイタリア代表に選出したと発表した。1月24日、代表曲がラミエア・チーターであることが明らかにされる。 イタリアのポップス、ロック歌手であるエンマ・マッローネの特徴としては、力強いボーカル、ハスキーボイスが挙げられる。幼い頃より、音楽に親しみ、影響を受けたアーティストとしてエンマは、ジャンナ・ナン・ニーニのほか、ミー・ナ・マッツィーニやロレダー・ナ・ベルテなどの名を挙げている。音楽評論家のマリオ・ルッザット・フェジズはその声を高く評価している。ピアニストのナッツァレーのカルージは、印象的で、 ワイルドな魅力があり、才能を感じるが、声を張りすぎるあまり声を失ってしまうことのないよう、さらに歌唱について深く学ぶべきだと語る。歌手のロベルト・ベッキーには、演馬の表現力を高く評価し、現時点で最良の歌手の一人と評した。歌手としてのキャリアの初期の頃から、社会貢献や各種の事前事業に参画してきた。 2011年2月には女性の権利擁護を目的としたセノンオーラクアンドと題する活動に関わる。この活動には2012年にも再び加わっている。各種のインタビューの中で幼少期より多数の社会貢献活動に参加してきたと話している。2011年3月に行われたジョヤのインタビューの中で2009年の MJUR のミニツアーの直前の頃、 子球に癌が,が見つかったことを明かした。この時は、ローマで7時間に及ぶ緊急手術を受け死球を失わずに済んだ。その後、若年層の癌に対する意識啓発のためのキャンペーンを発足させた。2011年5月に、イタリア癌研究協会より、癌対策への貢献を認められ表彰を受けた。同じく2011年に、国立癌協会による癌予防キャンペーンに協力した。 2011年9月、イタリアにおける学年度の始まりを告げる式典であるトゥティアスクオーラに参加した。この式典はイタリア共和国大統領ジョルジョ・ナポリターノや大学研究、教育大臣フランチェスコ・プロフーモも参加し、イタリア放送協会によって放送された。また、シチリア島で長年問題となっている不法移民の問題に関する関心を高めるために、 クラウディオバリオーニによって創設されて以降毎年開催されているコンサート、オシアに参加した。2011年のエーミー・プヤチェ・ゴージーツアーの頃、原子力に関する国民投票が行われたが、その際には原子力に反対の立場を表明し、ストップニュークリアと書かれた T シャツを作成した。2012年、靴のブランド、石川を立ち上げて300足の靴を販売し、 その売り上げの全額を病気の子供たちのための社会貢献非営利法人ピーターパンに寄付した。2012年5月27日、薬物政策局国際協力統合担当大臣首相府による薬物乱用に対するキャンペーンに協力した。2012年7月11日、辻宿生即策効果症対策の研究促進のためにスロンチョギビータと題する。 チャリティコンサートを実施した。同年夏には、ラストラーシーニャの市民運動、プロタツヨネチービレイデラミスリコーディアに賛同し、同地で7月21日に開催したコンサートの収益を寄付した。エンマ・マンローネは、フィレンツェに生まれ、アラデーを似て育つ。その後は、ローマ近郊のフラスカーティに居住している。アミチディマリアデ・フィリッピに参加したダンサーのステファーノで、 マルティーノと2009年末頃から交際を始めたが、ステファーノは別の、アミチ参加ダンサーと浮気をし、エンマとは別れる。その後2011年3月に復縁したものの2012年4月に、ステファーノが、ベレン・ド・ドリゲスと浮気をしたため再び別れる。2012年、ボローニャのパラドッツァでのコンサート。ありがとうございます。